はいどうもこんにちは。まあ、今回はね、漫画家志望から漫画家になれたけど、相変わらず不規則な生活が治らないっていうね、まあ、どうでもいい話をしていこうと思うんだけど、あのー、漫画家志望時代、まあ、特に、まあ、20代かなの時は、この、 えっ、ー、と、飲食店のね、とある、20代の頃ね、飲食店のアルバイトをしてて、それが大体お昼過ぎの2時とか3時から終電が出る、日付が変わる頃までっていうね、シフトで過ごしたのね、そのうだつの上がらない 漫画家死亡時代。20代。大体そういうシフトだったんだけど、もう、それが完全に体に染み付いちゃって、まあ、夜中にね、絵を描くっていうのがずーっと続いちゃったから、なかなかね、その体内時計なのかよくわかんないけど、マジでもう戻らんくなっちゃってさ。っていうのも、 今,ね、あの今の住んでる場所に引っ越してからはその去年末までやってたアルバイトは朝9時半ぐらいに集まって午前の部みたいな。で昼休憩あって午後の部だからそこもねまあまあちょっと早く起きなきゃいけないんだけどそのアルバイトをもうやらなくていい状態になってからまた。 夜中まで。昼夜、昼夜逆転ってことじゃないんだけど、ね、夜ね、寝れない。夜ベッドに入っても寝れない体質になっていっちゃったんだよね。というのもね、まあ別に漫画だけ描いてりゃ、別それでもよくねっていう話ではあるんだけど、1 2, 3, 4, 5, 5か、2、3、4、5。 今までちょこちょこって言ってきたけど、ここはもう一段かな。こうかな。そのイラストの仕事もやってんのね、俺。ウェブ t o o の、イラストの仕事っていうのもおかしいけど、あのウェブ t o の原作書いたりとか、とある、詳しくは言えないけど、一応キャラデザ作ったりとか、 まあちょいちょいそういう仕事その関連の仕事もちょっとやってるのね。で、それはその7年ぐらい前に業務委託契約みたいな感じで過去の動画にも喋ったけどその業務委託契約で結んでくれたから今もそれもねずっとやってるんだけどその今漫画がさ2本重なっちゃって結構 大変なんだよねだから正直ちょっとこのイラストの仕事一瞬やめようかなとも思ったけどとはいえさその漫画の仕事だってそんなね保証があるもんじゃないしこれ2ブロックか3ブロックかねえ怖いじゃん <laughs> 収入がやっぱなくなるのはただでさえ不安定な あれなのにだからやめるにやめれずみたいな状態が今続いてます。でそのイラストの仕事がちょっと前まではまあオンラインだけのやり取りでよかったんだけどまあ最近ね直接出向いていろいろまあ打ち合わせとかあるから行かなきゃいけない風にまあ戻っていったんだけど お昼過ぎとかにね、会う約束が設けられたら時間がね、全然楽勝なんだけど、朝早くにね、行かなきゃいけないってのと、当然、夜寝なきゃいけないわけじゃん。<laughs> 起きるためにその、もうい、徹夜でそのまま打ち合わせとかにさすがにちょっと怖くていけないから。 頑張って寝るんだけど、ああ、明日、朝早く起き、午前中に起きなきゃみたいな。その場合さ、でもね、ベッドに入ってもマジで寝れなくてさ、ほんといす、もうね、ベッドに入りました。でも寝落ちするのにね、2、3時間、2時間どころじゃ、3、3 4時間かな。一番やばかったのはね、深夜12時にベッドに入ったけど、 4時ぐらいまで <laughs>、ずっとね、意識が落ちない状態が続いてて、もう本当辛くてさ、結局2時間ぐらいしか寝れず、もう慌てて起きて、支度して電車に乗るっていう、結構辛いです。地味に、うん、地味に結構辛いんだけど、その夜、 ね、あのー、眠れ、眠れない原因っていうか、まあ、ちょっとね、夜寝てるとね、いろいろ、あんまり良くないことを考えちゃう傾向っていうのかな。うまく言えないけど。やっぱ夜ね、寝てると、寝れないと余計なことをね、いろいろぐる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 考え始めて、なお、ますます寝れない。例えば、相変わらず俺今、 彼女とかできる気配ないけど、この先ずっと一人なのかなみたいな <laughs>、ことを思い始めて、あれ俺、最後どうやって死んじゃうんだろうとか、俺が例えばこの家で死んだ時、誰が最初に気づくんだろうとか、ひっそり、死とかね、孤独、もう一番良くないじゃん、これ。 <laughs> で明るい時だと時間帯が明るい時だとそういう気持ちにはなんないけどやっぱ真っ暗だとねそういう気持ちに考えたくもないけどそういうことが嫌でも考えてなんかね頭がぐる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 し始めてこの漫画の仕事だって前、まあ、何とか夢は達成できたけど別にだガだと言ってこれずっと続くわけないしなーって。 どうすりゃいいのかなみたいなことをずーっと考えて寝れねえみたいな。で、寄せばいいのにスマホ開いて、真夜中にそのブルーライト浴びて、ますますなんか目が冴えて寝れねえみたいな。で、あともう一個さ、悩みがあってさ、もうほんとさ、朝さ、もうみんなすごいよね。電車に乗ってさ、まあたまに通勤ラッシュの時間にもさ、 俺も乗るんだけど、そのね仕事関係で目的地に向かう電車に乗るとね結構な確率で俺お腹痛くなるんだよね遊びに行く時の電車とか旅行に行く時の電車では別にお腹痛くなったことないんだけどその仕事に行く時の電車 そうね、帰りは大丈夫なの。帰りは、仕事が終わった後の帰りの電車でお腹痛くなることはないんだけど、行きの電車では、マジでね、お腹痛くなる確率が結構高くてさ、やばいやばいみたいな。うん。で、途中で降りたりとか、時間に余裕があるときは降りたりとか、時間に余裕がないときはもう本当に油汗かきながら、 <laughs> 我慢してるんだけどなん俺最初これ病気なのかなと思ったんだけどその何か何回も一日にねトイレに行ってお腹下すみたいな病気があると思うんだけどそ最初それなのかなと思ってたらまあでもそうではないんだよなだそれは普通にもう日常的にお腹が痛くなってトイレに一、ね、日なんか5回,5回も6回も トイレに行くっていう台の方ねをするってことなんだけど別にそういうわけじゃないんだよ本当に仕事関係のもう特にあの通勤ダッシュの人がめっちゃ混んでる時のあの朝の時間帯は本当につらい <laughs> もう1回2回じゃねえもん通算5回6回10もう途中で電車降りたのもう5回か6回くらい降りてる気がするんだけど お腹痛くて。あともう、ギリギリなんとか目的地の駅まで耐えれたみたいな。マジでね、きついし、みんなよく平気だなって思う。平気じゃない人も探せばいると思うけど。マジでね、あれはもうプレッシャー半端ないよ。仕事で、 ストレス。でもな、そんなストレス。あの、あの空間が特殊なのかなあの空間が特殊なのかなわかんないけど。で、まあ、トイレ、トイレ、お腹の事情はまあまだしも、その不眠症は、だってベッド入って4時間も寝れねえって異常じゃん。異常なのか、異常じゃないのかわかんないけど。 まじ、マジなんとかしなきゃと思ってさ、ま、運動したりとかさ、はしてるんだけど、それでも、こうやってコロナになる前、俺普通にランニングしてたからね。それ、その時からもうあれだったもん。すぐ寝れないっていう。自分の家のでもすぐ寝れないみたいな。ホテルのベッドとかますます寝れないみたいな。だったんだけど、 最近ね、ちょっと解決案が <laughs> 見つかった気がして、あのー、カフェインレス効果がちょっとてきめんだったかもしれない。まあ当然ねと、当然って言い方おかしいか、まあ俺もご多分に漏れず、なんかこう、朝、 とか確実にコーヒーとか飲むわけよ。まあ、たまにね、あのー、エナジードリンクとかもさ、まあそういうのも。まあ、毎日はちょっとさすがに怖いから飲まないけど、でも週に1、2本は飲んじゃってる気がするな。それでも結構危ないのかな。で、そういうのも入ってるじゃん、カフェインが。で、コーラとかにもさ、入ってるじゃん、カフェインって。 で、紅茶にも入ってるじゃん。コーヒーにも入ってるじゃん。だから結構俺カフェイン取ってて、もしかしてこれが原因なんじゃねえか。まあ、ひょっとしたらお腹壊してるのもこれが原因なのかなって思わなくもないんだけど。で、もしかしてと思ってたカフェインがもしかしたら原因かもしれないと思って、カフェインデスのコーヒーとか紅茶をカルディに行って買ってきたんだよ。で、 明日朝早く起きなきゃいけないっていう日の、まあ、前日前日はもうカフェインレスで過ごしてみよう。みたいな感じで、安さをね、カフェインの入ったものは一切取らない。もうミネラルウォーターか、カフェインでスか、みたいな感じでやったらね、前日過ごしたらね、すぐ眠れた。<laughs> びっくりするぐらいすぐ眠れたし、ベッドに入ってね。で、朝もちゃんと起きれた。カフェインだったのかと思ってさ、ちょっとこういうところも気をつけていかないといけないなぁと思うようになりました。 あのー、コーラとかもさ20代の時はもうコーラめっちゃ好きだったから毎日のようにコーラ飲んでてまあ、でもそれでもね結構ガガガガ寝,寝れた気がするんだよなよいしょ寝れた気がするんだけどどうですかロックは <laughs> 全然俺別に ゲーマーでも何でもねえんだけど。あ、でも白目とか塗らないとてあなのか、これあ。白目塗るとくコーラめっちゃ飲んでたんだけどね。20代の、10代、20代の頃。だけどね、もう、さすがにね、今30、もうすぐ40歳。もちろんコーラもめ今もう好きかって言われたら好きだけど、ちょっともう怖くて、飲めないよね。<laughs> でさ、30、 半ばぐらいの時にさあ、あ、俺明らかに太り始めてるって思って、実際体重計で測ったら、めっちゃ太っちゃって、まあ太っちゃってって言ってもねもともとがだいぶ痩せすぎの体質だったから、ある意味今が標準的な体型になった、あのね、俺じ20代。 それこそ専門学生の時とか身長で187あるんだけど体重が65ぐらいしかなかったのねガリガリじゃんこんなのでもその時から別にね10代20代とか別に食が細かったとかそういうわけじゃないんだよね別にガンガン飯食うしコーラも1日3本ぐらい2本3本ぐらい飲んでる生活を送ったんだけどそれでもね7 0キロになることはなくてさ 20代、20代の時はで。30過ぎてから途中までそんな生活続けたんだけど、さすがに体重が徐々に徐々に徐々に増え始めて、あもうさすがにこれはあれだと思って、もうブレーキかけたんだけど。今は身長187に対して体重が75。まあ、普通身長に対しては普通なのか。<laughs> 普通なのかな。ちょっと、いまいち何とも言えないけど。 20代の時の体って無敵すぎるよな。ほんともう今、あんなことしたら即病院行きだわ。しかも俺、タバコも吸ってたしかっつって、今は吸ってないけど、その専門20代だ、そうだな、20代だ、20歳から30歳になるまでかな、10年ぐらい。 タバコ俺も吸ってました。うん、なんだろうつってもね、吸ってたっつっても、あのね、1ミリしか吸えなかったんだよね。1ミリしか吸えなくて、1ミリのなんかケントかなタバコメンソールの。<laughs> あれをずっと吸ってたんだけど、もう吸,吸わなくても、もう別に普通に。 最,最初の1週間はちょっときつかったことが覚えてるんだけどだんだんねそのいきなりやめようって言ったら絶対失敗するだろうなと思ったんで節電から始めたアルコールを取ったら俺も吸ってもいいよみたいな条件で最初はね節電節電じゃなくて節電から始めたらそしたらねあの できるようになったんで。できるようになっだん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 別に、まあ、タバコ別になくてもいいかなって、イライラすることもなく、収まっていったんだよね。まあ、それでも10年ぐらいは、まあ、10年、最後の2、3年は、だから、最後の3、4年か。3年かな。アルコールを入れたときだけ、タバコ吸ってたっていう状態だったんだけど。やばい、もう絵が出来上がっちゃったから、手持ち無沙汰になっちゃった。回転させようかな。 ぐるぐるぐる。なんで、酒も今は、昔もね、その <laughs>、やさぐれてた時は、現実から目をそらすために、結構な頻度で飲んでたけど、今はね、もう飲んでない、あ、でも原稿が上がった時だけ飲んでる。 原稿がね、完成した時だけ飲んで、あれこのレイヤーなんだ。白か。あ、白か。原稿が上がった時だけ飲んで、で、その時に必ず、その当時の漫画家志望時代によく見てたニコニコ前世紀の頃ね、ニコニコ前世紀の時のマイリストに入れてた動画を 流しながら <laughs>、酒を飲んでるって。これ見てた時俺こういうこと思ってたな、みたいな。ちょっと、なんつうの、センチメンタルな気分に浸れるので、おすすめです <laughs>。もう最近はね、動画さえも YouTube だけど、一応ね、俺もプレミアム会員とか、何年続けてたんだ 10年近くプレミアム会員だったけども、さすがに抜けて、抜けてたけど、抜けてもう、もう全然見なくなっちゃったんだけど、でもね、酒が入ったときだけ、ああ、これ、マイリストに入れてるの片タッパしから再生して、これ見たとき、こんなこと思ってたな、みたいなことを考えながら、酒を飲むっていう。もちろん、家で1人で。 まあ一人の方がね、気兼ねなくていいよ。オンライン飲み会、もうやったことあるけど。まあそれはそれでもちろん。楽しいは楽しいけどね。漫画ここなんて入れようかな <laughs>。ちょっともういつも以上に今回、ぐだぐだな喋りになってしまった。今もう20分か。もうちょっと喋ろうかな。漫画家志望時代。 からああ長すぎるな。なんで俺ロックマン描いたんだろうな。<laughs> もう本当にそれも謎なんだけど。と、なんか喋ることあるかな。まあ、とにかく、いつも以上に漫画家になれた ことは嬉しいは嬉しいんだけど、いつも以上にっての意味わかんないな。嬉しいは嬉しいけど、生活習慣が全然変わらないっていう、ね。まあでもちょっとね、カフェインレスで道は開けたかもしれない。まあ、運動不足もね、相変わらずだから、不規則な。 あれ、即ってこれ入れるんだっけ人間入れないんだっけ入れる。あ、入れない、入れないのか。運動不足もね。一応ね、筋トレとかやってるんだけど、筋トレってってもその大操のあれじゃないよ。本当に。やってるんだけどね。もう全然ランニングとかしなくなったな。ウォーキングもしなきゃいけないんだけど。 もう朝ね、相変わらず起きるのはちょっと弱くなっちゃったから、昔朝起きるの別にくれも何でもなかったんだけどな。規則な生活。昨日も3時、4時まで結局漫画描いて、今日起きたのが10時かな。あ、でも、ね、1回ね、ゴミ出すためにね、ちゃんと8時に起きましたよ。ゴミ出して、 外に出て、また寝るみたいなね。トイレ行ってまた寝るみたいな。うん、これ、春先、春先っていうか、あれか、年明けの時にさ、婚活するかみたいなことやったけども、結局、何もしねえな,な、そっから。相談所に行って、 入会断られて <laughs>、そのまんまみたいな。ほんと出会いがない。まあ出会いがない。うん。まあそ出会いなくて当たり前なんだけどさ。どうやったら見つけられるのかな。まあ今回はこんなところかな。ぐだぐだですいません。<laughs> えこの後銀行頑張ります。お疲れ様でした。